皆さんこんばんは。今回は3月15日に公開されたサンブレイクの新情報をまとめて紹介していきます。公開された映像の細かい部分まで紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。まずはサンブレイクの発売日が6月30日に決定しました。6月30日は木曜で、前後は祝日ではありません。有給を取得する場合には早めに申請しておきましょう。ダウンロード版の場合、遅くとも30日の1時ぐらいからプレイできますが、パッケージ版の場合は昼ぐらいからになると思った方がいいと思います。店舗受け取りではなく配送ではさらに遅くなる可能性もあります。値段はダウンロード版が4990円、重ね着やジェスチャーセットのデラックスエディションは5990円、デラックスキットの単体発売も予定しているようです。これからライズを始めるという方はセット販売もあります。現在ライズは安く購入できるはずなので、セット購入でも値段はさほど変わりません。予約特典としてお供のなりきりシリーズが手に入ります。また前作でも人気だったアミーボも発売を予定しています。前作では2日目には売り切れてしまっているので、購入を予定している場合には初日に行った方が無難です。サンブレイクのアップデートは 13GB、 ライズは最終アップデート時点で 10.5GB、 そのボリュームはかなりのものになります。さらにアップデートを重ねていくと 18GB ぐらいになる可能性があり、スイッチ本体の保存容量では収まらない可能性が高いです。そのためマイクロ SD を準備しておく必要があります。こちらは過去の動画で紹介していますが、実際に使用しているもので容量が 128GB、 値段は約2000円、家電量販店でも購入できますが、値段は 1.5 倍程度になると思ってください。マイクロ SD が品薄になるという事態は考えにくいので、すぐに購入しなければいけないというわけではありません。商品のリンクを概要に貼っておきますので、購入を検討している方は参考にしてみてください。マイクロ SD は偽物も多く出回っているので、購入したら必ず容量を確認してください。容量が明らかにおかしい場合は交換対応をお願いしましょう。次に辻 P の情報です。アイスボーの時に比べ肌に張りがあり、健康そうな雰囲気があります。モンハンという神ゲーをありがとうございます。健康に気をつけてこれからもよろしくお願いします。次にモンスター情報。モンスターハンタークロスよりライゼクスが復活。見た目のかっこよさからも人気のモンスターです。2つ名も存在し、サンブレイクでの主化も楽しみです。そして新モンスター 5.10 ガランゴルム。かなりの巨体の割に素早い動きで攻撃をしてきます。またモンスターとしては珍しく、火と水2つの属性を同時に使ってきます。ガランゴルム、メルゼナ、ルナガロンの3体を大域参考と呼ばれ、サンブレイクにおける重要なターゲットになるようです。各モンスターと参考、そしてサンブレイクが洋風ということもあり、ルナガロンは狼男、メルゼナはドラキュラ、ガランゴルムはフランケンをモチーフにしているかもしれません。アニメ怪物くんを参考にした場合、ハニワくんやミイラをモチーフにしたモンスターも登場するかもしれません。次にアッシュモンスターの復活。今回の情報ではビシュテンゴが登場。柿ではなく巨大な松ぼっくりで攻撃とセンスが輝きます。攻撃範囲も広く苦戦しそうな予感がします。アッシュが登場となればモンスター数はかなりのものになり、サンブレイクへの期待は高まります。次に登場人物と世界観。王国騎士フィオレーネから出会うところからサンブレイクが始まります。新しい拠点はエルガド、そして王国騎士のリーダーエルガド、モンスターに起こった異変の謎を調査しています。天才研究員バハリ、イケメンの彼の役割はまだ公開されていませんが、重要なポジションであることは間違いないでしょう。そして最重要人物と思われるチッチェ、リーダーがひざまずく場面もあり、王族の関係者なのかもしれません。非常に可愛らしいキャラクターです。加工屋は珍しい女性キャラクターミネーレ、どことなく過去作にいた加工屋に似ている気もします。そして謎の雰囲気漂う雑貨やおぼろ、これらがサンブレイクにおける登場人物になります。次に新たなフィールド城塞コーチ。一つのフィールドに森林エリアや氷雪エリアが登場する特殊なフィールド、広大なフィールドと予想され、探索が楽しそうです。そして新たな環境生物も登場。一つ目が変幻かける虫、金色と紅色の2種類が存在し、捕まえると一定時間効果が得られます。二つ目がお肉靴、モンスターを糸で引っ張ることができ、障害物にぶつけダウンが狙えます。アイスボーンのぶっ飛ばしに近いイメージだと思います。次に新たな鉄柱主義。技名は不明ですが、ランス、ライトボーガン、双剣、3種類の映像が公開されました。
ランスはルテン突きのようなモーションで上に飛んでいます。ライトボウガンは前方にシールドのようなものが発生。双剣はドリル。他の武器がどんなアクションになっているか楽しみです。お供の武器も2種類確認できましたが性能は不明です。ここからは映像に一瞬だけ映ったものを紹介していきます。まずはこちらの小型モンスター。初登場と思われ、おさえずしのようなリーダー的な大型モンスターの登場があるかもしれません。こちらの映像では右上に注目。どこかで見たキャラクターが描かれており、チッチと里は関係があるのかもしれません。食事場は席が4つしかなく、サンブレイクでも4人プレイとなりそうです。こちらの映像ではブナハブラではなくランゴスタと思われる小型モンスターが映っています。もしかしたらクイーンランゴスタの復活があるかもしれません。これ以外の情報としては、ライズのイベントクエストが3月25日をもって終了となります。またサンブレイクの体験版の情報はありませんでした。以上が今回の公開された情報になります。